はい、株式会社ブルコンパス代表取締役八谷です。はい、今ですね、横浜駅東口徒歩4分の場所で、女性専用コワーキングスペースを運営しながらですね、こちらの施設の中で、女子専用学習塾も運営しています。で、女性がですね、キャリアを構築するという、目標を掲げておりまして、そして、いろいろな、地域で活動する女性が集まる場所で、これから社会に出る、女子の子供たちがですね、いろんなロールモデルを見ながら、自身のキャリアを、主体的に構築していけるような、そういった施設を目指しています。例えば、将来デザインとか建築に興味があるっていった生徒さんについては、弊社の会員の、建築士の女性の方と、こう、マッチングして、お話をする機会を設けたりというようなことをやっております。12年間ぐらいずっと SE をしていまして、で、10年目ぐらいで結婚をして、産休育休ですね。出産で産休、うんうん、育休取って復職までしたんですね。はい、はい。なんですけれども、この時にやっぱり子供ができて、ちょっと考え方がすごくもうガラリと変わってしまったんですね。私は無事に産休育休取れて復職も問題ないっていうルートだったんですが、結構そういう方じゃないです。方が当時は10年以上前ですね。10年前は多かったんですよ、すごく。そういう方たちがその後どうしたかっていうと、はい、当時、プチ企業とかママ企業っていうのがものすごく流行ってた時期だったんですよ。キラキラ企業女子っていうような形のがすごく流行っていて、で、そういうのをやるって皆さんおっしゃってたんですよ。で、あ、そういう人たちがいるんだっていうので興味を持って、いろいろ調べてみたんですね。そういう方たちがどうなっているのかっていうので、交流会に行ったりして声を聞いたりしたところ、全然稼げてないっていうことが分かったんですよ。なので、これだったらパートしておけばよかったよねっていうようなぐらい、要は子供のために、家族のために、要は子供と家族の時間を大切にするために、自分で起業したにもかかわらず、お金と時間を使って、雇われるっていう生き方よりも、時間もお金も無駄にしてしまってるっていう方が、もう多すぎるっていう現状に衝撃を受けたんですね。その時、やっぱり何とかしたいっていうことをすごく思っていまして、で、当時の私、会社で復職して、保育園に連れてって、じゃあ先生お願いしますって、子供はこう、はいはいで、ママーって泣いてるのも振り切って、会社に行くっていうのを何日かして続けていた時に、なんでこの仕事をしてるんだろうっていうのをすごくやっぱり思ってしまったんですね。私は本当にこの仕事をやっていくべきなのかっていうのを、やっぱり、思ってまして、であれば、女性のために何か仕事はしたい。きっと私みたいに、育児と仕事の両立うまくいってなくて、なんだ子供は服着ないじゃんとか、食べないじゃん、ばっかりしてるじゃんっていうような、はいはい、なんかで仕事してる女性いっぱいいると思ったので、そういう方のために仕事したいっていうことで、もう会社に辞めるっていうことを伝えて、転職できると思って、もう転職先を見つける前にもう辞めるって言ってしまって、それで女性のために働ける。はい、かつ、ウェブだとか IT のスキルを使って働ける転職先を探したんですね。はい。そしたらですね、やはり0歳の子供、当時1歳ですね、1歳の子供を抱えての就職はできなかったんですよ。でももう辞めると言ってしまってる。でも、入る会社はない。ところがないと。はい。じゃあ、自分でやろうっていう。なるほど。ことで、はい。個人事業主ですね、最初に。始めました。女性の起業家さん向けのウェブ屋さんっていうことでずっとこう女性起業家さん向けに提供していました。はいはいはい。やっぱりその納品するときに必ず言われることがありまして、お客様から。はい。ですね。これでやっとガンガン営業かけられますっていうお声と一緒に、でもなんかやっぱり起業家とか経営者って寂しいですよねっていうのをすごくやっぱり
孤独ですよねっていうのをやっぱり言われていまして、でなんかもっと気軽にこう集まれるコミュニティがあったらいいんですけどねっていうのをもう全員に、ほぼ全員に言われていたんですね。で、2015年に女性の起業家の団体を任意団体に作ったんですね。あ、はいはい。もう本当に緩い、もう交流会のような緩い会を作って、はい、で、毎月一回顔を合わせて、今どういうこと困ってるだとか、なんか、じゃあメンター、こういうことを教えてくれるようなメンターの先生呼ぼうっていうような形で勉強会やったりですとか、あとは結構みんなで意見を出し合って、いろんなブレストをしてみたりだとかっていうことをやっていたんですけれども、はい、ね、1年ぐらい経って、場所が欲しいっていう要望が急に増えてきたんですよ。そこで、じゃあ、女性専用のコワーキングスペースを作ろうかなっていうような流れになって、横浜市っていうのは、やっぱり市長が女性ということもあって、市が運営している女性専用のコワーキングはあるんですね。やっぱりそこの施設も3年という縛りがありまして、で、やっぱりそこを私ずっと入っていたんですけれども、こう3年経って出ていく方が次どうするのかっていうのを見ていたんです。ずっとそこにいながら。はい。そうすると結局、やっぱりその行政としては、その3年間で事業をこう固めて、3年後は、例えば自分でオフィスを借りるだとか、ステップアップしてくださいねっていう、やっぱりそういう希望は、希望というか目標があるですけれども、やっぱりその女性にとっての3年っていうのは、男性の3年とは全然違うんですよ、使い方が。うん、ですね。例えば、はい、お子さん、0歳のお子さんを抱えている女性の0歳から3歳までの3年と、それこそ21歳、社会人、だとか大学生のお子さんを抱えていらっしゃる女性の21歳から24歳までの3年っていうのは、それぞれその女性の家庭をしなければいけない割合だとか、負担が全然違うんですね。なので、その3年っていう、まあ、行政としては当然それしかくっくれないので、3年っていうのを出さざるを得ないんですが、その3年っていうのは、すべてに女性にとって平等ではないので、3年経った時に、そうなんですよ。借りれる方と借りれない方っていうのは当然出てきて、で、見ていると、やはり多くの方が、次、どっかコワーキングスペースを借りるか、もしくは自宅に戻るだと思うんですよ。なるほど。はい。そうすると、せっかくこの横浜市が行政として、こう、支援しているもの、せっかくこう、上昇していたものが自宅に戻ると絶対にこう、下がってしまうので、すごくそこに対してももったいないと思っていて、で、その一番その大変な01っていうところをですね、行政が担ってくれているのに、その1から 1.1 だとか 1.2 にするところの支援がないために、0に戻ってしまっているのはすごくもったいない。じゃあその3年経った後の方が入れるような施設、また仲間からも要望されているそういうコワーキングスペースっていうものを作って、その01のその続きの部分を民間としてやっていこうっていうことを。横浜の施設だからってことのブルーと、あと、そのコンパスは、女性起業家さんの、その羅針盤になりたいなっていうのをすごく思ったんですね。はい。やっぱりその私が当時、その、女性起業家ってどういう方だったろうって言って、いろいろリサーチして、全然稼げてないじゃんって思った時の、やっぱり第一印象として、その、起業したはいいけれども、その後どうしたらいいかわからないっていう迷子の方が、すごく多いっていうのをやっぱり気づいたんですね。はい。なので、そういう方たちの羅針盤になるような施設を作りたい。横浜で作りたい。ということで、ブルーコンパスっていう名前